今日は抽選じゃなかったので並んだ順で7番。はい、ヤッホーマサです。今日は回転ちゃんの撮影ということで滋賀県にございます1番大津店さんに来ております。もうすでに朝から並んでとあるね台を打っております。私の大好きな機種を今日は打っていますので、何の機種を打っているかはこの後の実戦ぜひご覧ください。おはようございます。はーい、行ってきます。おはようございます。一応ね、機種のラインナップを見て、待って、二次するのにバジリスク2があるよ。さすがに歌舞伎ものすぎるかな。どうしよう、超打ちたいんだけど。バラエティとかどうなんだろう。ちょっと抑えてもいい？抑えるだけ。いや本当はね、絆を歌おうと思ってたんです。はあ、やっぱ絆が人気だね。あ、もたもたしたら全部埋まっちゃうね。1台だけ空いてるけど。バラエティにする。だってほら、バラエティコーナー混んでるもんね。え、結構ほら、いや、まさかこんなところで自分の好きな台に出会えると思わなかった。ということで今日の回転ちゃんバラエティコーナーのバジリスク2で行ってみたいと思います。頑張ります。はい、それでは本日の回転ちゃん、先ほどもね紹介したんですけど、バジリスク2で今日は張り切って4千枚出したいと思います。セテルメ、よし。なぜ目標は4000枚なのかは後々話しますね。よし、頑張ります。そう、あのね、バジリックスシリーズがすごくね好きなんですけど、まあ、特にね2なんてね好きなんですよ一番。でも最近はさ、もう絆しかないじゃん。そうだからバジリスク打つときはさ、仕方なく絆を打ってるんですけど、今日はバラエティに2があったからもうこれは打つしかないってなりましたよね。そういえばね、さっき遊びに来てくれた方がね、お守りにね角地のキーホルダーをくれたんですよ。でその方曰く、これをね持ってたら今まで俺負けたことありませんって言ってたから、今日はね角地を守りにして頑張ると思う。そうで今日はね目標4000枚っていうね、そう枚数を目標にしてるんだけど、そうなぜね4000枚かっていうと、つい最近生まれて初めての人間ドックを受けたんですよ。でそれにかかったね費用が4000枚ぐらいだったから、で4000枚払って結局ね、そうありがたいことに超健康だったから、そうそのね4000枚をちょっと今日はね取り返すべく張り切って東京から来ました。とりあえず今1万テル打ったんですけど、とりあえず何か起こるまでは打ってもいい？いいよね。というわけで1万1000テル目です。もうコイン何回ばらまいてんのですよ。よし、さっさと当てようね。いいよ、いいよ、こちらの前。あ、かかる。また引いた。どっちか当たったよ、どっちか。こちらを倒せ。多分大丈夫。いいね。よし。あ、よかった。
諦めなくて。強チェリーだね。やっとスカートできた。390ゲームです。よかった、当たりました。ゲットしたね。バシリスク対よし、もうここからとりあえず今枚数でいうと550枚でしょ。600枚ぐらい出したいね。まさかの準備中にコインがなくなる。ありがとう。1万2000テル踏ん張ってるね。ああ、終わっちゃった。こんなにハマっちゃうのに連絡引けなかった。あ、でも増えた増えた。はあ、5対5かな、やだな。あー、3対5だ。大丈夫、ストックするから。あー、どうでしょう。あー、単発かな。おしまい。あー、おしまい、残念。終わっちゃったよ、まだわかんないけど。もうとことん今日チェルに嫌われてる今日ね。終わった。見よ見よ、こちらの前に。
分11回目ぐらい全然いけないよ海岸チャレンジ。激アツ？なんで？これ全長だからラッキーじゃない？ねえ。激アツで出たからきっと全長だよね。2回目の花火からその手でよすごいね、マクバラで当たったのかな。やりました、128ゲームです。海岸チャレンジは引けないけど初当たりは引ける。52枚稼いだ。ああ5以外5以外3対3か。全然仕事できてない。頼むよ。今ね、釜が落ちてくると思わなかった。よかった。あ、ワイルドエイト。いたんだね、一個ね。よかった。とりあえずこの2人のバトルまでいければ満足だよ。まだ分かんない、まだ分かんない。あー終わった。343枚からのない。いやーまだアルティチュだけどさ。あー終わったね、残念。いやでも投資した分は戻ってきてる全部。馬術ってもう導入されてもうすぐ4年ぐらい経ちますよね。そう4年間もう見かけたら結構打ち続けてるんですけど、いまだにねフリーズを引いたことがなくて、白バーは2回あるけど、あと振動術も1回しか行ったことないの。今日弾けるといいなって思ってる。
当たる当たる当たる。あわあ、反転したか。ちょっと不安。あ、嘘でしょ、外れたんだけど。マジか。結構今月一番ショックだった今。人がいる。
いつかね、そう動画でフリーズを弾くのがすごく夢だったから、もう超嬉しいね。今日撮影してる日が12月12日で、多分もうこれ配信されてる頃は年末もしくは年明けてるのかな、ですよね。だからもう2015年のすごいいい思い出になった。ちょっと早いけど、今日 MV? あ、乗ってた。頼むよ。あ、やった。もう安心だもんね、これは。やったね。やばいやばいやばい、あ、やってない、ちょっと終わっちゃいそうなんだけど、大丈夫かな。もう本当ここで負けるのだけは本当に嫌だ。よしよしよし。あすごい気になるところでメダルが切れた。あ、どうなるんだろうね、この戦い。お願い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 。あ、嘘でしょ。もう今こう持ってたドル箱くるんってしたから下で、もう吸い込んで悪いよ。でもこれが楽しいんだよね。ドキドキ。答え3。さっきと一緒だよ。もう危険危険。また気が抜けない戦いだよ。もうやだ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 。あー、嘘でしょ。終わっちゃったかな。21連。まだランプついてる。あー、終わっちゃった、終了だ。21連。いやでも頑張ったね。もともと持ってたコインもあるし、3000枚ぐらいは今あるかな。そうだってね、あれが引きたくてさ、今までさずっと打ってたから、もう本当満足だわ。もう今日はそれしか出ない言葉が。どうしようかな。なんか今日一番大津店さんがリニューアルオープンなんですよ。で、何がリニューアルしたかっていうと、ジャグラーを増大して48台にしたらしいんですね。でそれ朝からしてたんですけど、まさか朝からだから ART どうかなと思って、今日はちょっとジャグラー行かなかったんだけど、今ちょうどキリがいいからもうやめて、ジャグラーのコーナーちょっと見に行ってみようかな。うん、じゃあそうします。バジリスクやめます。3000枚あるかな。頑張れ、あと、あと、もう一分張り。あ、痛い、よかった。あ、全然余裕だ、余裕だね。おー、優秀だよ。はい、ありがとうございます。はい、バジリスクで流した枚数が3206枚でした。ジャグのコーナーに行ってみようかな。絆がすごいね。すごい箱使ってる。しかも最後残り1台だけ。相手の台がめっちゃ勝ち持ってるよ。そこでもよかったね。いや分からない、お兄さんが打ってるから出てるのかも。でジャグラー、ほら見て、48台になったそうで、最後ちょっと一花咲かせようかな、ここでね。
ら。でもレギュラー2回当たっててビッグゼロなんですけど、ほら332回転しか回ってない。全然可能性ありますよね、まだね。よし、これにしよう、決めた。じゃあ2機種目はこちらのニューアイムジャグラーで最後張り切って2ビッグぐらい引いてすっきりと帰りたいと思います。はい、というわけで最後はニューアイムジャグラーで目標ビッグ2回引いてサクッと帰りたいと思います。よし、あ、危ない。いけないね。せかとーし、はあ、まさかのこんなところでコインを減らす羽目になるとは。はあ、今ねジェフ君が通りかかったら光ったありがとうやったー、286ゲーム。もう負けまみれじゃん。あー、もう一周しようかな。そう、ビッグだったら今もう速攻やめちゃおうかなって思ったんですけど、あとこれしかない。いかないかな。せっ、終わっちゃいました。終了ですね。せっかく最後ね良さげなジャグラー見つけたんですけど、ちょっとビッグ引くことできなかったので、これで実戦終了します。でも勝ったからね、結果はエンディングお楽しみに。はい、というわけで実戦は終わったんですけども、ここで一番大津店さんの店内の様子を見ていきたいと思います。と、今日からなんと 0.2 円パチンコが増大されたということで、とこちらですね、 0.2 円パチンコのコーナー、もう結構ね朝からもう今日は 0.2 パチ増大だからうちで来たんだっていう人も結構いて、そうそう、朝からねかなり盛り上がってたんですよね。そして 0.2 円パチンコと一緒に今日増大されたっていうコーナーが、私がさっき最後打ったジャグラーのコーナーですね。48台設置って感じで、なんかねパッと見る限りジャグラー角台が結構ついてるんですよ、回数が。まあ角以外でもね出てるところあるんですけど、ほらこの台も角でしょ。そう、ニューアイム結構いい感じなんですよね。ほらこの台もいいし、10の14、さっきちらっとデータ見たら120分の1ぐらいだったのかな、もっとかな。そう、あ、これもいいじゃん、ほらね、悪くない。そうって感じで、すごくジャグラーのコーナーが盛り上がってるね。この台も角だね、すごい目立つね。ジャグラーはにぎわってる感じしますね。まあガールズもいい感じでね、こんだけね勝ち盛れるといいね、楽しいね。あ、そして今日ね朝ちょっと悩んでた絆のコーナーすごいですよ。ほらもう前代結構ついてる、箱も使ってるし、はいね、この台も42回だし、出玉感めちゃめちゃありますね絆ね。こんな感じかな。今日ね私も個人的にも楽しい思いできたし、東京から来てよかったなって思える実戦でした。こんな感じです。はい、実戦終了です。ということで今日の回転ちゃん
一言でまとめるなら愛でカバーしたって感じですかね。って感じで今日は私の好きなバジリスク2を打ちまして、最初ねポンポンポンって初当たり引けてたんですけど、なかなか連チャンさせることができなくて、うーって思ってた時にまさかのフリーズを引けて、なんと一撃で2800枚ぐらいかな、まあね、エンディングまでいけなかったのすごい残念だったんですけど、最初に出てた枚数と合わせて3206枚流すことができました。だから投資が1万6000テルかな、だから全然プラスですね、よかったですとか言って最後のねジャグラー打ったことなかったかのようにしてるんですけど、そう最後ねジャグラー打たなければもうちょっとプラスで終われたかなって感じなんですけども、こんだけね出せればもう全然今日はね満足ですという感じだね。はい、という感じで今日お邪魔しました1番大地店さん、本日ねちょうどリニューアルオープンしたということで、ジャグラーのコーナーが48台に増大、さらにパチンココーナーが 0.2 パチ増大したということで、今後もねどんどん盛り上がっていくと思いますので、ぜひぜひお近くにお住まいの方チェックしてみてください。もうね今日久しぶりに滋賀県来たんですけど、今年もねきっと私たくさん来ることになると思うので、ですよね、うん、そう滋賀県の皆さんよろしくお願いしますっていう感じで、久々の滋賀の実戦とってもね楽しく終われてよかったです。またね回転ちゃんこの勢いでね張り切って頑張っていきたいと思いますので、皆さん応援よろしくお願いします。それでは次回もお楽しみに、またね。